ります。民宿と書いてありますね。ここが平成5年に NHK の朝の連続テレビ小説永遠に表というのが放映されまして、ここがロケ地ですね。戸田奈穂さんという方がヒロインで、坂東英二さんがお父さん役で、的場浩司さんとかたくさんの方が出られた場所ですね。もう一軒左隣に白っぽいのれんのかかったようなお家があります。ここは釣りバカ西の第5弾ということで、浜ちゃんが来てロケされた場所ね。日本の養殖では失敗してここに飛ばされてきて、まあ、ここで釣り竿もあったそういうこと。